小田木から生えた立派な椎茸。大分県は干し椎茸の生産量日本一を誇る、まさに椎茸王国です。国東市で椎茸の原木栽培を行っている清原米蔵さん、この道およそ50年のベテランですが、以前に比べ小田木からの椎茸の発生量が減ったと感じています。私のところはその俗に言う低温菌、寒い時に発生する椎茸を割合は多く作っておるんですが、その収穫量がここ最近少なくなったことを感じております。1割はもう確実に少なくなったような感じです。その原因の一つと考えられているのが地球温暖化です。こちらは研究機関が夏場の高温が椎茸の発生に与える影響を調べた実験データです。夏の間の2週間32度の高温の部屋と22度の低温の部屋にホダギを置き、その後の収穫量を調査しました。ホダギ1本あたりの収穫量は、菌を摂取した年に温度処理をしても翌年の収穫時には大きな影響は見られませんが、収穫時期を迎える2年目に高温の部屋に入れた場合は収穫量が減っているのが分かります。県の農林水産研究指導センターです。こちらではさまざまな環境下での椎茸の発生状況などを調査しています。ホダギは椎茸菌を摂取すると、その翌年から数年間椎茸を収穫できますが、最近の調査では収穫が始まって2年目のホダギからの椎茸の発生量が減っているということです。原因の一つに温暖化の影響が考えられます。夏の高温が発生2年目のホダギに影響していると考えております。この調査では過去5年間の平均発生量が過去15年間の発生量と比べて 35% も減っている品種も確認されています。県では来年度から高温がホダギに及ぼす影響を調べ、対策の検討を始める予定です。ホダバ環境の改善や効果的な発生操作を研究することで影響をできるだけ小さくしたいと考えています。さまざまな分野に影響を及ぼす地球温暖化、郷土の食への影響も心配されます。